ブラニミルフルゴタは、ボスニア・ヘルツェゴビナ・ゼニツ出身で、スウェーデン国籍のプロサッカー選手、元スウェーデン代表。ポジションは、フォワード。サッカーを始めた当初は空手にも親しんだ。2008年競技を、サッカー一本に絞ることを決め、スーペルエッターンに所属していた、4ショーピングソードライフに加入した。2011年にトップチームデビューし、 そのシーズンで18ゴールを挙げ、スーペルエッタンの得点王を獲得した。複数のクラブが獲得オファーを出したが、フルゴタは学校を卒業するために残留した。翌シーズンは夏までに14試合で10ゴールを挙げた。2012年7月、ボルシア・メンヒエングラートバッハに移籍。t s g 戦8 9 9ホフフェンハイム戦で途中出場し、ブンデスリーがデビュー。 2013年5月の1、FSV マインツレーゴ戦で、初スタメン。この試合ハットトリックを達成した。2016年6月、アイントラハトフランクフルトに3年契約で加入。2019年8月7日、SPVGG グロイターフィルトに2年契約で加入。フルゴタは、スウェーデン、クロアチア、 ボスニア・ヘルツェゴビナの核代表として出場する権利を持っていた。2014年夏、UEFA ユーロ2016予選、オーストリア代表戦を控えたスウェーデン代表に招集された。ありがとうございます。